オス、8歳空手です。隣の彼女に人気は奪われても、桜の君への思いは変わらないステルインラブと三内秀明。怪盗ランマを勝って2連覇なるか名刀ジュランダル池添健一です。マイルチャンピオンシップ。2024。さあ、ここからは全てが世界のダービー場。1999年ジャパンカップ。ちなみに12ハイライズ、A、ダービーステークス。13スペシャルウィーク、日、東京優春。14モンジュー、普通、ジョッケクルブ賞、アイリッシュダービー。15ボルジア、6、ドイチェスダービー。この時のラスカル鈴鹿のモスキお前は世界へ羽ばたいていけってやつ。世界で戦った経験を糧に、偉大なる王は3つ目の冠をいただく。8番シャフリアール今日の府中は曇り空、輝く星は私だけでいい。17番スターズオーナース。スターオンのこれ好き、おしゃれ。これ絶対あると思ったらちゃんとあって嬉しい。勝負ごとにはちょっと貪欲になる姉さん大好き。サツキ2着の誇りを胸に、いざ父が立てなかった菊舞台。タイトルホルダーと横山武史が6年越し、親子の夢を紡ぎます。2021年、菊花賞。評価の低いサツキ賞馬、それを嘲笑うかのように大外から逃げを打ちますサニーブライアン大西直弘騎手。ビクトリアマイルのデアリングタクトは泣いた。待っていました。よくぞ復帰してくれました。1番デアリングタクトいいよね。ゴールに向かって猫まっしぐら。猫パンチ、2012宝塚記念。6年にわたりターフを沸かせた華麗な逃げ、これが42戦目を迎えるラストダンス。タップダンスシティ、佐藤哲造。日本中に、そして世界に最後に見せます、女王の前。いざ G1、V9 でのフィナーレ、20年ジャパンカップのアーモンドアイ。あの日の決断は今日のため、ダノンデサイル、2024年日本ダービー。米印サツキ賞は直前で競争除外に。全国丸人のインスタフォロワーの皆さん、お待たせしましたメロディーレインです。潔いぐらい市場挟みまくってて好き。安定の岡安。頭メロメロな全国オルフェ等投手のスイーツおじさんと関西テレビのエース岡安譲る穴は別人だからセーフ。岡安譲る穴の名入場アナウンスといえばやはりこれよ。そして今日はもう一頭紹介させてください。このレース8年連続出走という大記録を残して今年引退した東海トリック。残念ながら先日不慮の事故でこの世を去ってしまいました。天皇賞の誘導馬という夢は叶いませんでしたが、今日は天国から後輩たちの活躍を見守っています。2014年春天。乗せるか迷ったけどこれいいよね引退していくらもしないうちに行っちまったのは寂しかった。レース実況になるけど、今年の宝塚の、この坂を無事に越えてくれ13頭、みたいなフレーズ出してくれるから岡安穴好き。マックイーンも、そしてミホのブルボンも応援しているんではないかと思いますライスシャワー、果たして投資に火がつくか。菊花賞逃げて圧勝、超強気の3歳馬タイトルホルダー。弟にも、父にも、大外枠にも、4番枠にいる小さな姉にも負けるものかと、横山和夫騎手有馬初騎乗です。21年有馬、馬も鞍上も兄弟出走でとにかくタレント性がすごくすごい。すべてはこの日、この時のため。思いを胸に、1番絆。24年の時を超えて、大逃げで秋の天皇賞制覇という結末を分かち合おう。3番はパンサラッサ。これ鳥肌と類線がやばかった。ノーアルタカは爪を隠すがノーアル馬は走りを隠さず。2012年サツキ賞ベイルドインパクト。なんか面白くて好き。さあ、旅立ちの日です。思いは届くか。11番メイケイエール現地いたけどみんなが拍手してくれてたの感動した。今年のサツキ賞のミスター GT。魂の騎乗はきっと天まで届く5番ミスター GT 468キロ、マイナス4藤岡雄介57キロ、2024年サツキ賞。走り続けた6年間。G1 馬として望むラストランサヨナラの代わりに見せてくれ、あの豪脚。秋の天皇賞馬、カンパニー、横山典弘です。勝利後のストラン見事に飾った、大団円、カンパニー劇場大団円、優秀の美です。見事に決めました。もう好き。もうこの馬は勝ってもニュースにはなりません。01年宝塚オペラ王。実際ここから繰り上げ覗いて勝ってないの予言字見てて好き。日本制圧へ、ロマンチックが止まらない7番ロマンチックウォリアー。すべての努力はこの日のために3年半ぶりの G1 ステージ。北海ルソーエダテルを。選んでくれたあの人に勝利で応える一番人気のアイガールプザビクトリー。桜2着と振られた悔しさ隣で近いし女の意地は塞いチェアデール。君の名は驚きと喜び今日は本当の笑顔を見せて。無敗の右回り、2002勝の中5周。これ、条件めっちゃええやん。相方はミルコ、デムーロ。さあ始まりますよ、お嬢さん。
6番リバティアイランド3冠かかってるのにポエムってないのが逆に好き。挫折と屈辱と辛抱も、勝てば全てが報われる。今のエフフォーリアを受け止めて戦う、そんな覚悟を決めた24歳横山武史と復活をかけるディフェンディングチャンピオン、エフフォーリア。喜びも挫折も人馬一体、G13 勝タイトルホルダー。このラストタイトルは絶対に譲れない。横山和夫多くは語らず思いは、手綱に、込めるのみ。最後の有馬の逮捕和夫ポエムを聞いて、F 武史を思い出したのは私だけじゃないと思いたい。最内枠、仮作沿いに逃走経路を確保せよ踊るタップダンス七位佐藤哲造。おそらくこの年にレインボーブリッジを封鎖せよが公開されたことにもかかっている名セリフ。評価の低い皐月賞馬。それを嘲笑うかのように、同じ大外から逃げを打ちます。サニーブライアン大西直弘。フランスからわしは舞い降りた。シウスでゼーブルフランク、ブロンデルです。フランスでの勝利と屈辱を経験し一段とたくましくディープボンド安城は和田裕二騎手。あのTMオペラ王で有馬も制したことがある頼れる男です。カシモソメルカコチョウラン二冠に向けてファレノプシス。さあ、そして栄光光を超えて2001年三冠の旅。アグネスタキオン川千尋氏。称えるべきは11年ぶり乙女の挑戦、酔いしれるは64年ぶりの夢を追っか、シーヒロフミです。これ、石橋と叩いて守るはチャンピオンのプライド人馬ともにお帰り名将サムソン。塩原アナは本馬場入場が本番まである。勝負のウェアは変わっても、月はいつもと同じ空。アドマイアムーン岩田康成。めちゃくちゃ活かしたフレーズなのに勝負服が変わった影響かゴール前にムーンを見失ってガバガバ実況していたオチもつくけど。懸念を克服、オルフェーブルに倍返しだ4番ウィンバリアシオン。2013有馬、半沢直樹ってもうそんな前だっけ？聞いて驚け。倍返し。ジェジェジェ。今でしょ。お、も、て、な、し。これすべて11年前の有効語だ。コントレイルに首差し迫った去年の菊花賞。さあ、同期の英雄へ、これが最後の挑戦状。アリストテレスと横山武史。21年ジャパンカップ。世代上位の力を見せて総帥にて向けのクラシックタイトルを9番ユーバーレイベン。関係者の思いは一つ、さあ、頼んだよおにゃんこぽん。第89回日本ダービー。セレクトセール800万の夢が進撃のスターダムエサー、頼んだよ、菅原明。可愛らしい名前で話題を集めたおにゃんこぽんセレクトセール800万円の夢が、進撃のスターダムへ。さあ、頼んだよ、菅原明、2022、皐月賞。夢のスターダムは今日という日に繋がりました。いよいよ進撃の巨人と化すおにゃんこぽん。さあ、頼んだよ、ダービー初騎乗4年目菅原明、2022、ダービー。絶対明が頼まれてるの好き。任せてください明さん。ってバージョンはどのレースだったっけ？グリチャの皐月賞っぽい。塩原のポエムは2003ジャパンカップが最高傑作だと思う。もう上がってるタップダンスシティも最高だけど桜プレジデントもいいんだ。クラシックで繋がらなかったホットライン日本最高の補佐官を背に桜プレジデント竹豊。幾多のハードル超えてきた、障害戦絶対王者がキャリア最難関のハードルに挑戦。並みいる強豪馬と夢の20日を合わせ、お重長さん。2018有馬。この大歓声を聞くのが、夢でした。デビュー22年目で初めてのダービー、竹の下智明はビントとのコンビ。2019ダービー。2019ダービーは、相手が強いのは分かっている。でも自分が弱いとは決して認めない。逆転の一手をどこから繰り出す？ベロックス、川田優雅、も好き。さあそしてやってきた。取り出し後期だ UFO だ。いやいや違うディープインパクトと竹豊だ。2005年日本ダービー。地味に好きなのは今年のダービーの、安城は、ダービー僅差の涙が男を強くした、横山武史。2002勝のダノンスコーピオン松山康平と繰り出す人差しで無敗の王者に上り詰めるか。さあそして今度こそ竹豊ジョッキーの悲願かなうか。22度目の朝日杯挑戦レジェンドに新たなタイトルをもたらすのは2002勝のドウデュースです。折り合えば巻き返しは十分ある。アルナシームを導くのは個性あふれる馬も得意な池添健一です。そしてリアル競馬で輝き放つ5億円の馬息子道具ね藤田オーナーに吉田隼人が初 G1 を届けられるか。かっこいいのからネタまでいっぱいあった21年朝日杯。2011年皐月賞の本馬場入場は塩原節が初っ端から炸裂してて最高だぞ。ボバクラシック新世紀中山の天王はブルースカイ。